ワールドカップで強く感じたことを。まあ、独特な雰囲気、まあ、トーナメント負けたら終わりだし、はい、リーグ戦もゼロポイントっていうのがチームにとって痛いんで、はい、リスクを犯さないし、ゲームの硬さっていうのは一番前半立ち上がりとかは探り合う、はいはい、転生してからゲームが動くっていう展開が、他の大会との空気の違いっていうのは一番感じた部分が、ドイツ戦、コスタリカ戦、スペイン戦と先制されての試合展開、その中でドイツ、スペイン逆転、どうやって息を吹き返そうと。先制された時にどこまでリスクを負って、はい、行くのかっていうところは監督含めスタッフの方々が悩んだ部分だとは思うんですけど、取られる可能性もありますし、まあ、ただ5人交代があったっていうのはカードを切りやすくなった部分かなというふうには。このゲームはこうやっていくよみたいな選手たちにも伝えられるものなんですか。試合前のミーティングでこうやっていこうっていうのはありますし、先制したら失点したらっていうところもプランも一応持って入りますけど、やっぱりまあ試合展開含めて全てがそううまくいくわけではないんで、ゲームの変わり方っていうのはより激しくなったかなというふうに思いますね。